スタメンにね、エンバペはいないですけれども、出場予定だったのが、ベンチには戻ってきましたと。ちょっとソレール見れるの嬉しいですね。いやどんどんね、若い才能もパリできて、オーレン・ザイール・エベリ。あと16ですか。すごいな、この選手。2006年生まれだって。もうすぐ17か。そう、カンセロもスタメンですね。さあ、メッシ・ネイマールの2トップ。ダブルゼロトップみたいな感じになりそうだね。ゾマー取れたんでかいってか、パイル本当にえげつないよね。ノイアー無理数ゾマー出しましょうみたいなさ。ゾマー取りましょうみたいな。パイル3バックっすね。右ウィングバックカンセロ。カンセロちゃんとウィングバックに使うのさすがだな。サネとムシアラが2シャドウっすね。このパバール良かったっすね。セルヒオ・ラモスの裏ケア。本当、チャンピオンズリーグって感じの試合見せてくれてますね。なんか、見どころというか、あ、ここがすごい、ここがいいっていうところが、全部上げきれないもんね。パリが攻撃の、あ、バイルンだ。精度上げるとしたら、青がパリだとして、まあ、こういう守り方するじゃないですか。その時に3バックで、ゴレツカ上がって、ゴレツカ上がる、ムシアラ自由に動く、で、まあ、サネこうなっていこうとか、こういう感じになるでしょ、パリ。この時にさ、ウィングバックにボール入ります、こうサイドバックが釣り出した時に、ニアゾンランするじゃん。サネとかずれてって、こういう。この時の、ここのパスコースに立ってたりとか、ここでコンビネーションする人がいなくて、ここで終わらしちゃうから、こっから、相手のプレスバック早いけど、戻ってくる前に仕掛けるか、もしくはこれが、早くて戻ってくれないんだったら、すぐに逆振り直して、コマのところはめっちゃ勝ててるから、ハキミに。ここで勝負するっていう。それはね、ピチョン選手たちって、すぐさ、こうでこうでこうだからこうだなとかできないから、その辺なんかを、こう、後半目線合わせる方法として、ミアゾンランに対しての、中央の選手の絡み方と、まあ、勝ってるところ使うって、それ必要だなと思いましたけど、こんだけフォーバックこだわってちゃんとやってくれるなら別にこれ使う。上げないで、その方がカウンターのフィルターにもなるから、メッシ、ネイマールでもね、さすがに5人相手にはきついし、ここ相手にここで、回しながら相手釣り出してウィングバックのところにもっと楽に仕掛けられるようにしてそこ釣り出した後にニアゾーンラン使って相手はそれとついてくるからここっていうもうそういう一個一個剥がし方をねチームで共有できたりする。でパリはこのやり方してるとずっともう守ってカウンターだからまあメッシネイマールのところでキープしたりとか仕掛けて仕留められるかだけどまあそれがね、まあ最後のシーンでもあったみたいに、奥使う選手がいないから、エキティキみたいな選手が純粋なストライカータイプだったら言えるのいいと思うし、まあそうするとネイマール左ウィングになってちょっとね、守備の負担が増える。あとはエンバペどこで使うかとか。でも本当、組織的に攻撃するチームとね、やっぱメッシ、ネイマールっていう個人の質のところと依存するという、チームの構造違うけど、それがね、スタイルウォーズみたいになって、楽しいですよね。一時的に441で守ったところから元の布陣に戻すまでちょっと時間かかってますね。プレー切れてないから。その間にやられた。うわー。元パリだからね、喜ばない。これね、本当だったら右ウィングバックのところにオーレン戻ってて真ん中ダニーロなんだけど、それ戻せてない間に4バックの大外使われましたね。結構ないパターンだよね。怪我で戻ってくるまでに決まるとか、戻ってきた後とか普通にやるんだけど。いやー、でもこれでね、アルフォンソのクロスが素晴らしかったですね、デイビスのクロスが。いや、これね、多分この後普通に元の布陣の5バック戻ると思うんですけど、ダニーロ戻ってくるまでに戻した布陣で、それのね。普通にオーレンやっぱ戻ってるでしょ、右に。いやー、これ監督としては悔しいっすよね。修正したところをね、また、こう、穴が繕い切れてないというか、不運ですね、これ。アロンソ・デイビスのクロスとコマの入り方素晴らしかった。あ、終わりか。いやー、ガルティエの哲学の中ではベスト尽くした感じだと思いますね。パリはほんとちょっとのところのね、オフになっちゃう前から出てたヌーノの高すぎる位置取りと、マイルもね、3バックの配置変えたことによって、良さと悪さで、悪さが出そうになりましたけどね、失点になりかけたシーンとか。最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいんでチャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。レオソフトボールでした。バイバイ。